さあ新春2019年初給油だね。お腹いっぱい飲めよ。はい、2019年明けましておめでとうございます。風道でございます。いやー、1月1月、まあ2019年ね、一発目のモトブログなんですけどもね、まあ初日の出見に行きますよ。いや、しかし寒いねこれね。 GoPro 大丈夫かな。多分今日、今ね氷点下だと思うんだけど、壊れないことを祈るよ。で今日はね、ちょっとどこ向かってるかというとね、葛西臨海公園にね、初日の出を見に行こうかなと思ってますね。そう、葛西臨海公園はね、まあ去年か一昨年か忘れましたけど、ちょっとね駐車場に入る時のねいざこざがちょっとしたものがありましてね、まああえてね、だからこそこのねおめでたい日に向かおうっていうのもあるんですよね。まあ今年はね、今決めたことですけども、そういうね争い、妬み、恨みをね、つらみをすべて忘れてね、おおらかな気持ちでね、あの1年間を過ごせるようにしたいなとね思ったんで、あえてねその場所を選んで、そこから見るね初日の出で全て浄化させようかなと思ってますね。すっげえ寒いよマジで。いや寒くない、寒いと思うから寒いんだね。これね、寒くはない、寒くはないぞ。むしろ暑いね。いや暑いな今日。あー危ない。というわけで葛西臨海公園向かっております。確か日の出が6時50分ぐらいだったと思うんで、今4時半でしょ、まあ、到着が6時ぐらいなんで、まあまあ間に合うとは思うけど、よしてよ、女元旦早々ね、こうなんかトラブルみたいな、まあ俺のことなんでね、十分ねいろいろ考えられますけども、ちょっとねここは万全を期してね、慎重にね元旦からはね行きたいかなと思います。間に合わないとかね、もう人がいすぎて見えないとかね、十分あるからね。なんかあの提灯いいね、なんか祭り感があってね、なんか夏と勘違いするよ、錯覚を起こすよ。あー暑いな、もうそんな時期か、しょうがない。お、東京ドームビッグエッグ。いつもね昼間に来るこのドーム周りとかね、この都内はまあほんとね大渋滞で、空気も悪いしね、見晴らしも悪いし、人も多いしね、大嫌いなんだけど、この時間はいいね、全然車いないから、このギャップがねいいね。ちょっとこれ怖っ、ほんとにここ都内だよね、車も人も一台もないじゃん。え？ねえ、お前はいつ見てもかっこいいな。さあ、まもなく駐車場なんだけど、クソ渋滞だな。うわ、観覧車すげえな。これ乗るしかねえか。というわけで葛西臨海公園に年内一発目の着きました。いや、すげえ車だな。いや、これバイクで来るのおすすめっすよ。バイクだったらスイスイって来てね、もうバイクこっちどうぞって感じで速攻に止められたんで、いいっすね。うわ、すげえなこの観覧車。ちょっとダメだ、バイクと一緒にあの観覧車をぜひ撮りたい。しまった、 GoPro のホルダーを落としてたわ、踏んづけたわ今。いや、この観覧車をバックにね、このバイク取ろうと思って急いでバイクのとこ戻ってね、バイクをこっちに持ってきたんですけどね、その時にバキッと落として、なんだと思ったらさ、 GoPro のホルダーを落としてて、ポケットから鍵を取るときに、それのねまんまとタイミング悪く踏んでしまってね、もうホルダーがボロボロですよ。やっちったな。なんかね、今年1年をね案ずるかのようなね、雲雪のね怪しい
1年になりそうですけども、まあやっぱり急ぐといいことないね。やっぱゆっくり行かないと何事もね、しょうがない。はい、せっかく来たんでね、あの大観覧車乗って帰ろうかなと思いますけどもね。いやー、元旦早々ね、初日の出いいもの見れましたね。まあこれでね、あの今年1年もまた大きくね、健康で飛躍する年になればいいなと思いながらね、こう素晴らしいじゃないですか、このね初日の出ね、まあ、ちょっと雲に隠れてるけども、雲からね、このまたちょっと顔を出す初日の出がまたね、セクシーで可愛いじゃないですか。しかしね、この夢の国ディズニーランドからね、望む初日の出ね、夢あるじゃないですかね。そして千葉東京が一望できて、スカイツリーも見れてね、ゲートブリッジも奥の方に見えるし、最高っすね。いやー、いい2019年年明けを迎えたなと思ってます。まあ結局さ、そう考えると神社とかでね、まあ今年も1年いい年になりますようにとかね、まあいろいろ願掛けする人いますけども、結局ね、あのいい年にするかしないかっていうのはね、自分の心持ち一つでさ、一人一つの奇跡っていうのがね、みんな平等に頭の上にね、こう待ってるわけですよね。でそれをね、獲物を狙う動物のようにね、男っちゅうのはこうじーっとそれをね、何でもかんでも飛びつくんじゃなくてね、じーっと見定めてね、ここぞという時にね、ジャンプしてバーンって掴み取るようなものじゃないですかね。まあ俺はね、その夢を掴もうとしてここだーという時にジャンプしてね、スカーってなってね、ズドーンと落ちましたけども、今年はね、しっかりとね、いろんなものを掴んでいきたいなと思ってますね。まあ夢をあさり、夢に怯え、悲しみを学んできた俺ですけどもね、まあ男たるものね、いつまでもくよくよしてらんないんで、あの今年はやってやるぞとね、飛躍の年にしようとね思ってますね。しょうがない。お、117メートル最高地点だって。すげえな。うわ、すげえ、すげえ朝日だ。なんかこれあれだね、なんか昔流行ったミニ四駆のコースみたいだよね。うお、すげえ竹、すげえ揺れてるから怖いんだよね。やばいなこれ。はい、というわけで、あの葛西臨海公園でね、無事2019年元旦ね、あの初日の出を拝むことができました。でね、バイクで来られる方は特にね、あのおすすめなんですけども、日の出ね、1時間前ぐらいに来てもね、全然普通に駐輪場ね、タダで止めさせてもらえるんで、かなりおすすめですね。というわけでまたね、今年も1年いいスタートが切れるんじゃないかなと、今年はね、今年もかねと思いますんで、よかったらね、皆さんも来てみてはいかがかなと思います。
橋正橋。ただまだ出口です行きますか。よし行こう。ん？今横の人がデートのかっこいいって言ってたよ。しょうがない。なんかあれだね、千葉ってこの木好きだよね、この南国感ね。ここまだ東京か千葉だよね。暴走行った時もそうなんだけどね、この木ねやたら多くて見かけるんだよね。はい、てなわけでいかがでしたでしょうかね。2019年初走りでしたけどもね、まあ久しぶりにね、あの初日の出をね、まあデートなんで見に来れたんでね、今年もいい1年が、いいスタートが切れたんじゃないかなと思ってますけどもね。まあ今年1年がね、また皆様にとってね、そして自分にとってもね、いい年になることを祈りましてね、今日はこの辺で動画の方を締めたいなと思っております。というわけで今年1年も皆様よろしくお願いいたします。風道でございました。バイバイ。